下町は市街地における特定の区域を指す用語。大まかに地理的な特性と社会的な特性という二つの意味を持つ。市街地のうち海や川に近い定地の区域を指す。東京では武蔵野大地登録や隅田川沿い、大阪では上町大地斎六や旧淀川沿いが該当する。下町という用語は歴史的に東京湾岸まで市街化されていた。 臨海都市の東京でよく用いられる反面、大阪湾岸まで市街化されていなかった、内陸都市の大阪ではあまり用いられず、大阪では船場、島の内、堀江、下船場、中野島、道島、天馬など、川や堀田区切られたブロックごとの固有名称が一般的である。下町の大語は、東京では山の手、大阪では上町となり、 それぞれ山の手線や上町大地の語源にもなっている。憲兵率の高い小さな家屋が密集し、庶民的で気取らない気質を持った住民らの居住区などを指す。居住区は必ずしも定地とは限らず、高台に位置することもある。江戸時代当初の東京においては、武蔵野台地上に江戸城、大震旗本屋敷や諸藩の大名屋敷、有力寺院などが立地し、 武蔵野大地登録の定地に町人地が形成されたため地理的肯定さと社会的住み分けに相関関係が見られた。しかし、江戸時代中期以降は定地にも大名屋敷や武家屋敷が築造されるようになったため地理的肯定さと社会的住み分けが曖昧になった。一方、大阪では豊臣初期において武家地、超人地とも上町大地上に形成されていたことや、 徳川家において水運に利する定地に諸藩の倉屋敷が立地していたことから当初から地理的肯定さと社会的住み分けの相関関係は弱い。下町、山手ともに厳密な地理的範囲の規定はなく、どちらも時代の変遷とともに拡大、変化していっている。東京では歴史的に江戸時代の五府内で高台の地域を山手と呼び定地にある町が 下町と呼称されたという。東京における下町の代表的な地域は、日本橋、京橋、神田、下谷、浅草、本所、深川であるが、山の手のイメージで語られがちな旧小石川区や旧、牛米区、旧芝区にも下町地域は存在する。また城南に位置する大田区の蒲田大森も下町の扱いを受ける場合がある。東京の地元市、 東京新聞下町番の下町区域は、台東区、墨田区、江東区、荒川区、文京区、足立区、葛飾区、江戸川区としている。徳川家康は、江戸城入城後、大地に屋敷を作った後、低室地帯を埋め立てて職人町等を作ることにし、日向川の川口から、江戸城に通じる道三堀を作ったのを手始めに、堀割が縦横に走る。 市街地の下町を造成していった。東京の下町は、運河や消火線が縦横にあるため、橋を渡らないと隣町に行けない地域があり、こうした地域では、道路や川を越した先を、向こうがしという表現がある。今日では地名を、整理統合する動きが進行しており、下町、山の手の区分が不明瞭になっている。豊臣初期は、武家地。 町人地とも上町が一条に展開していた。しかし、豊臣秀吉晩年の1598年に、大阪城三ノ丸の造成が始まると、三ノ丸内に展開していた超人地の大半が、船場へ移転された。西端部を除いて、現在も船場に残る40軒四方の区画は、大閤地割と呼ばれる、豊臣時代の名残である。江戸時代に入ると下船場、島の内、 中野島などが幕府や有力町人によって開発され、寺内町だった天満を大阪城下に取り込む一方、豊臣時代の三ノ丸にも再び町人地が展開され、上町が一条の渡辺、玉造り、上本町、谷町などが上町と総称されるようになった。仏家地については、大阪城代や大阪町奉行の屋敷地は基本的に 上町が一城に位置する大阪城内や上町に置かれたが、一部は天馬の北園や川口に置かれ、天下の台所と称された都市の性格上、各藩の大名屋敷はもっぱら、銅島や中之島といった水運に利する定地に置かれた。地理的高低差によれば、上町が一城の上町以外は全て定地の下町ということになるが、 常日の通りブロックごとの固有名称が一般的であるため、下町という故障はまず用いられない。しかし近年、マスメディアなどの影響により、東京の下町に似た庶民的な町を下町と呼ぶことが多くなった。ただし大阪においては、東京の下町の雰囲気に通じる新世界、天下蛇や天王寺や駒川の駒川商店街などの地域は、もともとの大阪地域ではない。 また、玉造りや空堀商店街界,界隈、寺町群など、天王寺区域は、上町が一条に位置している。強敵な下町のイメージを持つ、町のうち、大阪城下の町人地としての歴史を有しなおかつ、上町以外に位置するのは、天馬の天神橋筋商店街界,界隈くらいである。ダウンタウンは、都心、中心街、繁華街を指す言葉である。 単語の成立に最始上下的な位置関係が影響した点を除き、日本語の下町との関連性はない。大英義語はアップタウン。ウクライナの首都キエフの下町についてはポジールを参照。独特の気質や美意識を持つ下町は多くの文学者に愛され、下町を描いた近代文学作品は数多い。代表的な作家に、コーダロハン、クボタ万太郎。 船橋誠一、縁地文子、長井達夫、柴木義子、拓保秀夫、吉村明、川口松太郎、池上翔太郎、長谷川しぐれ、樋口一葉、永井花風、安岡翔太郎、泉京香、川端康成、江戸川乱歩、佐田井猫らがいる。また、西洋的な死から隅田川菓子の江戸趣味を楽しむ、文人の集まり、パンの会も一時結成された。 AB 東京と文学近代化課程における相互の関連について、高木敏夫法政大学教養部起用、1994からに AB 東京と文学近代化課程における相互の関連について、高木敏夫法政大学教養部起用、1995からに、ありがとうございます。